あっちでもこっちでも繰り返されるんですよ。総理、政治信念教えていただいていいですか。政権は隠蔽改ざん体質でも、やはり、聞く力、多くの人々の聞くの声を聞く、安倍菅政権と何ら変わるところがない。内閣総理大臣岸田文雄様、私の話を聞いてください。私の夫は3年半前に自宅で首を吊り亡くなりました。日本社会、はい、うん、まあ個人で声を上げる人を軽んじる、まあ日本の権力組織といった方がいいかもしれませんけど、はい、まあ先週から今週にかけていろいろ報じられているニュースを見ていて、うん、まあ共通項があるなと思ったニュースが3つありまして、うん、まあ1つがですね、森友学園の国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざんを苦にですね、はい、まあ自ら命を絶たれてしまった赤木俊夫さんの妻雅子さんが、うん、行政文書不開示としていた、まあ国の決定取り消しを求めた、うん、訴訟の判決があってます。請求棄却という判断が出た。はい、うん、で、二つ目がですね、まあ、元自衛官の五ノ井里奈さんに対する、うん、強制わいせつの罪に問われている元自衛官の被告がですね、うん、まあ、五ノ井さんに対する行為に対して、うん、これ裁判で笑いを取るためだったと、うん、性的な意味はないというふうに述べた件、うんうん、そして三つ目がですね、性暴力を受けたジャーナリストの伊藤詩織さんに対して、はい、まあ、その申告は嘘だとする漫画、うん、イラストを描いた、うん、漫画家の蓮見敏子氏の、まあ、損害賠償についてですね、うん、まあ、最高裁が蓮見氏からの上告を棄却する決定を出したと、うん、まあ、もちろんこの3つっていうのは出来事をまとめて語るべきではなくて、まあ、それぞれがそれぞれに切実な思いを持って声を上げた事柄ではあるんですが、はい、この声を受け取る側ですね、訴えを受け取る側、うん、まあ、つまり権力者であり、まあ、権力を持つ組織、その近くにいる振る舞いというところには何かどっか共通点があるんじゃないかなというふうに思ってですね、うん、まあ、赤木雅子さんの訴えが棄却された件については、まあ、財務省と近畿財務局が、まあ、大阪地検に提出した文書をですね、開示してほしいということを、まあ、雅子さんがずっと言ってたんですが、これ裁判長が、この文書の有無を明らかにすると捜査の内容がスイッチされて今後の事件捜査に影響が出るという理由を述べたんですけれども、うん、まあ、その言い分ってなかなか納得できるものではなくて、まあ、今後の事件捜査ってそもそもなんだと、うんうん、ね、元もう佐川元理財局長の捜査も含めて終結していると、うん、で、まあ、思い出してほしいですけど、まあ、この雅子さんが国とですね、佐川氏に損害賠償を求めた訴訟では、うん、認諾というね、はい、訴訟を全面に、認めるという認諾の手続きを取った、うん、まあ、これ異例の手続きだったわけですけど、うん、まあ、つまり、まあ、認めてると、まあ、諦めてると、うん、早く終わらせたいと、でもまだ経緯がわからないから出してくださいということを、うん、まあ、雅子さんは言ってたんだけれども、はい、まあ、これを、まあ、今度は司法が蹴り飛ばしてしまったという形になってるんですね。それは、まあ、雅子さんがその法廷で、まあ、椅子から滑り落ちるようにこうしゃがみ込んでしまったっていうような、うん、ね、情報も入るニュースもありましたけれども、うん、まあ、なんでこう自分の夫が改ざんしなくちゃいけなかったのか、うん、同じようなことが起きないようにという、そういう思いで、やられてるんだけれども、まあ、行政が隠して、そして司法がそれをまあ認めてしまうっていう、まあ、あまりにもひどい仕打ちだなと。で、五ノ井里奈さんに対する強制わいせつに問われてる、まあ、元自衛官の被告人質問というのがあってですね、これ一度、去年10月に五ノ井さんと面会をして、謝罪をしているんですけれども、まあ、今回ですね、実は自衛隊から謝罪に行くように指示をされたとか、行きたくないっていうふうに断ったんだけれども、自衛隊のトップが頭下げてんだから、謝りに行くように上司から言われたとかね、土下座してくれと言われたとか、あと想定問答集もあったとかね、そういうことを言い始めた。謝罪をした時には、まあ、手紙なんかも渡していて、まあ、そこには五ノ井さんに対して距離が近すぎて不快に思わせてしまったとか、まあ、ちょっと反省してるんだかいないんだかよくわかんないような言葉も含まれてましたけど、まあ、今回そういう謝罪の言葉を否定してですね、まあ、自衛官のうちの一人は、まあ、その五ノ井さんに対して腰を振ったことについて笑いを取るためだったと、性的な意味はないっていう、まあ、本当になんだそれはとんでもない言い分だなというふうに思うんですが、これはまあ五ノ井さん書かれた書籍声を上げてっていうタイトルの本があるんですが、まあ、それ読むとですね、まあ、その私は自衛隊っていうのは別に恨んでるわけではない、憎んでるわけではないと、で、まあ、こういう自分に起きた悲劇っていうのは二度と起きちゃいけないし、この国民を救う存在である前にまずその身内を守れるような実力組織であってほしいというふうに書いてるわけですね。だからまあこの、まあ、自衛隊からね、この謝罪しに行くように指示されたというふうに言ってるわけですけど、まあ、この自衛隊っていうのはどういうふうにこの証言に答えるのか、沈黙しちゃうのかっていうのが問われるわけですね。で、もう一つこの、まあ、伊藤詩織さんに対する誹謗中傷するイラストを描いた、まあ、漫画家への損害賠償という確定したんですが、まあ、このイラストって本当にひどいもので、でもそのかつてそのイラストを前にしてですね、
杉田水脈議員なんかが一緒になって、うんまあ、盛り上がってる動画なんてのも配信されてたわけなんですけれども、はいまあ、杉田さんご存知のようにこの伊藤さんの性暴力被害を追った BBC の番組で、まあ、彼女は明らかに女としての落ち度があったというような発言を繰り返してきて、まあ、国会議員という立場として、まあ、あまりにも問題発言を重ねてきたわけですけれども、はいまあ、杉田さんはね去年その総務政務官に任命された後に、まあ、これまでその LGBT の人たちを生産性がないなんていう発言をしていくことについて、まあ、ようやく謝罪撤回したわけですけれども、まあ、こういった問題行為っていうのが、まあ、ずっと続いてきたと。で、この、まあ、今話してきた3つに共通するのは何かっていうと、やっぱりこの個人で声を上げた人を、日本の権力組織っていうのはあまりにも軽んじているし、で、できるだけ隠そうとする。で、できるだけ小さく見せようとするっていうことですよね。で、やっぱりそうやって大きな権力に対して声を上げると、そこに対して、まあ、今挙げた個々人、それぞれそうだと思いますけど、本当にこう、乱暴な声が向けられるわけですよね、SNS 中心にして。で、そうやって個人がどんどん痛めつけられていくっていう。やっぱそれでもなおこういうふうに声を上げてらっしゃる方っていうのを、この声っていうのはやっぱもっと伝えなくちゃいけないなというふうに思うんですよね。やっぱりこの権力者というのがこう作るですね、ストーリーというのに、やっぱり乗っかっちゃいけないっていう、まあ、こういう注意っていうのは本当に必要だなっていうふうに繰り返し思いますけどね。もうこれからこういう声を上げる人たちのことを考えるとね、たった一人の声がここまで届かないのかと思いますね。これはこの後例えばビッグモーターとかね、社内でいろんなことを思ってる方もいらっしゃるでしょうし、声を上げようとしてる方もいると思いますし、それはジャニーズ問題とも同じで、そういう声が届くかどうかっていう時にこういう個人の声がなんかこうね届いていかない仕組み、本当にその赤木雅子さんにしろ五ノ井さんにしろ伊藤さんにしろ、やっぱり同じようなことが二度と起きてはいけないっていう思いから、ある種こう個人でこう身を削りながらずっと言葉を出し続けてらっしゃるっていう、これをまた潰そうとするとか揶揄しようとするっていう動きがずっと止まらないで、それをなんとなくこう あったねそんなニュースっていう感じでスーッとこうやり過ごそうとしてしまう動きというのは本当によろしくないなというふうに思いますね。そうですね。はい。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。山本太郎君。はい、総理、政治信念、教えていただいていいですか。岸田内閣総理大臣。政治信念、これは、さまざまな場で申し上げておりますが、やはり、聞く力、多くの人々の聞く、の声を聞く、まあ、これが基本であると。まあ、代議士という言葉がありますが、代わりに議論する、まあ、侍と書きます。やはり多くの方々の声を聞き、そして仕事をする。それが国会議員代議士としての基本的な姿勢として大事ではないか。まあ、こうしたものを大事にしながら今日まで参りました。さて、先週私は森友公文書改ざん問題で自殺に追い込まれた赤木俊夫さんの妻雅子さんにお目にかかりました。岸田総理にお手紙を出されたと報道され、直接お話をお聞きしたいと人づてに申し出てお受けいただいたのです。どんな思いでお手紙を出したのですかとお聞きすると、岸田総理は人の話を聞くのが得意とおっしゃっていたので、私の話も聞いてくれるかと思いお手紙を出しましたとおっしゃっておりました。総理、このお手紙をお読みになりましたか。お返事はされるのでしょうか。お答えいただきたいと思います。その時に手紙の複写をいただきました。ちょっと読ませていただきます。皆さんお聞きください。内閣総理大臣岸田文雄様、私の話を聞いてください。私の夫は3年半前に自宅で首を吊り亡くなりました。亡くなる1年前、公文書の改ざんをした時から体調を崩し、体も心も崩れ、最後は自ら命を絶ってしまいました。夫の死は公務労災が認められたので、職場に原因があることは間違いありません。財務省の調査は行われましたが、夫が改ざんを苦に亡くなったことは書かれていません。なぜ書かれていないのですか。赤木ファイルの中で夫は改ざんや書き換えをやるべきではないと本省に訴えています。それにどのような返事があったのかまだ分かっておりません。夫が正しいことを、それに対して財務省がどのように対応したのか調査してください。そして新たな調査報告書には夫が亡くなったいきさつをきちんと書いてください。正しいことが
正しいと言えない社会はおかしいと思います。岸田総理大臣なら分かってくださると思います。第三者により再調査で真相を明らかにしてください。赤木雅子、総理はこのお手紙どのように受け止められたんでしょう。赤木さんの死も、赤木さんが改ざんに異議を唱えたことも、そしてどんなプロセスだったのか、一切財務省の報告にはありません。これで正当な報告書と言えるんでしょうか。皆さんいかがですか。皆さんもご家族がこのような目に遭わされたら、はいそうですかと納得はできないんじゃないですか。総理、このお手紙で求めていらっしゃる第三者による再調査、実行されますか。赤木雅子さんはこの代表質問を見ますと私におっしゃっておりました。先ほどはちょっと冷たい答弁でした。雅子さんに語りかけるおつもりで、ご自分の言葉で誠実にお答えください。臭いものに蓋をして、その上に新しい家を建てようとしても、すぐに柱が腐ってしまいます。長期政権で溜まった海を岸田政権で出すことができないのであれば、国民の皆さんの手で政権を変えていただいて、私たちが大掃除するしかありません。さて、コロナ禍でまた痛ましい事態が起こりました。森友学園問題の再調査についてお尋ねがありました。近畿財務局の職員の方がお亡くなりになったこと、このことは誠に悲しいことであり、残された家族の皆様方のお気持ちを思うと、言葉もなく静かに、そして謹んでご冥福をお祈り申し上げたいと思います。ご指摘の手紙は拝読いたしました。その内容につきましてでは、しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。そして、本件については現在この民事訴訟において法的プロセスに委ねられています。今現在原告と被告の立場にありますので、この返事等については慎重に対応したいと思っています。この裁判の過程において、まずはこの裁判所のこの訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して指示を行ったところであります。いずれにせよ、森友学園問題に係る決裁文書の改ざんについては、財務省において捜査当局の協力も得て、事実を徹底に調査し、そして自らの非をしっかり認めた調査報告書、これを取りまとめております。さらには第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ております。会計検査院においても2度のこの調査を行っている、こうしたことです。その上で本件については、これまでも国会などにおいて様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところであると承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。大事なことは、今後行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態二度と起こさないということであり、今後も国民の信頼に応えるために公文書管理法に基づいて文書管理徹底してまいりたいと存じます。宮本武史君。日本共産党の宮本武史です。安倍政権以来、公文書や改ざんの統計の改ざん、虚偽答弁が繰り返されてまいりました。その出発点であり、いまだに何も終わっていないのが森友問題、赤木さんの事件であります。赤木雅子さんが起こした裁判で、昨年の6月の23日についにこの赤木ファイルが、提出されました。これは高赤木俊夫さんが命に代えて書き残した決裁文書改ざんの記録であります。資料1を見ていただきたい。パネル1でございますが、これは赤木ファイルに閉じられた財務省本省理財局から近畿財務局宛ての2017年2月16日一番最初の電子メールであります。5年前の2月16日といえば、私が、衆議院財務金融委員会で森友学園問題を国会で最初に追及した翌日、そしてこのメールにもあるように福島議員からの宿題返しです。福島信行衆議院議員の 翌日の質問の答弁準備のための決裁文書のコピーを送れという趣旨のメールであります。赤い下線を引いたところを見ていただきたい。ここには決裁文書を議員に持っていくつもりは全くなくとかですね、物を出せと言われたら近畿に探させているけれどなかなかと人などと書かれ、富安課長も了承済みだとされております。これは国会議員を愚弄するものだと
言わなければなりません。総理ね、これは役所が省を挙げて国会を欺いてきたということではありませんか。財務大臣鈴木俊一君。したがって決裁文書の改ざんも含め当時の国会への対応については誠に遺憾であって深くお詫びを申し上げなければならないと思っております。その上で、なるべく早く提出をしろということはしばしば言われるわけでありますけれども、国会議員からの資料要求等に対しては可能な限り速やかに対応することとしておりますが、個々の事案の内容に応じまして不開示情報の有無の確認等の作業など中身の精査に時間を要することもある。この文書よく見てくださいよ。最後のところに何て書いてありますか。ことが終わったらおごりますとお伝えください。そんな真面目に仕事してる話じゃないんですよ。ふざけるにも程があるんです。こんなふざけた話から始まって最後には真面目な国家公務員が命を奪われた。総理、あなたどう思われますか。これ総理。内閣総理大臣岸田文雄君。まず赤木さんがお亡くなりになったことについては改めて謹んでご冥福をお祈りし、そしてご家族の皆様方には改めてお悔やみを申し上げたいと思います。その上で、財務省としても裁判等を通じて、そして自らの報告書を通じて、さらには会計検査院の調査、そして検察でのやり取りを通じて説明の努力を続けてきたということであると承知をしています。そしてその文書等のについてのご指摘については今財務大臣からも答弁がありましたが、財務省としてさまざまな観点から説明責任を尽くしていかなければいけない。先ほど申し上げたようにこの文書には、富安課長了承済みと書かれてますよ。富安太一郎国有財産企画課長、当時の今デジタル庁に聞きますけれども、この方今デジタル庁でさらに栄転されているわけですね。委員長、私は、真摯に今後も、明らかにするとおっしゃるのであれば、元財務省、理財局国有財産企画課長、現デジタル庁の、富安太一郎氏の承認喚問を要求したいと思います。理事会で協議します。委員長。宮本武史君。いっぱいおごりますという話やってるわけですからね、答えてもらわなきゃなりません。財務省が国会全体のために働く国民全体の保守者でなく与党の下請けになり下がってきたということを示す証拠は他にもあります。赤木ファイル349ページに綴られている本省から近畿財務局へのメール、件名は与党理事懇談会の資料となって、赤木ファイルではこれは赤木ファイルに閉じられてるんですが、その後2ページにわたって全面青塗り、一体ここが何だったのか全くわからない形になっています。財務大臣、ここには一体何を書いてたんですか。財務省理財局長角田隆君。ここは何かが書いてあったというものではなく青いその仕切り紙があったということで、この青はマスキング。マスキングではございません。これは一体何、どういうものであるか最初全くわからなかったんです。ところがですね、この与党理事懇談会の資料というところには添付ファイル、資料 ZIP というものがついております。私はこの度、財務省からこの資料を入手いたしました。つまり、この赤木ファイルに添付されていたメールについても提出があったわけであります。添付されたものは、説明資料2月23日、大阪政治議員要求とあります。これは、2017年2月23日の予算委員会で、大阪議員が要求した地中ゴムに関する資料です。問題はこの資料を近畿財務局から本省に送らせてんじゃなくて逆なんですよ。本省から近財に送っているということなんですね。一体これは何のやり取りをこのメールがやったのかということを明らかにしてもらわなきゃなりません。できますか、財務省。現時点ではちょっとどういう趣旨で近財に送ったのか私どもは承知しておりませんけれども、可能な限り調べさせていただきたいと思います。では財務大臣に聞きましょうか。与党理事懇談会の中身を現場に送って確認することを日常的にやってるんですか。文一君。申し上げません、存じ上げません。このことにつきましては先ほど理財局から答えた通りでございます。いや、はっきり調べてくださいよ。じゃあ明らかにしなきゃなりません。役所が国民全体の保守者じゃなくてですよ、与党理事懇談会のですね、使い走りのようなことになっているとすれば重大ですから、きちっと調べていただかなくてはなりません。赤木ファイルの241ページ、ここには我が党山添拓
参議院議員の国交委員会質問の答弁準備のために本省から近畿財務局に問い合わせたメールが閉じられております。ここに添付していたはずの応接録が赤木ファイルにはありませんでした。ところが、この度提出されたこの資料の中には、その添付ファイルがございました。それは一体どういうものであったか。すべて青塗りです。この青いものをこれ外して公表していただけますか。はい、ご指摘のページですけれども、こちらはいわゆる質問レクに先立つ、なんと申しますか、レクというか、宿題とかいただいているところでありますけれども、議員と私どもの職員の間の、率直なやり取りになってございますので、基本的には、オープンにするというのはいかがかと。ただ、その翌日の国交委員会で、その議員のご主張は、委員会の議事録の形で残っているということでございますので、そういう意味では、役割が果たせているのではないかというふうに思っています。異物になってないじゃないですか。いや、宮本武史君。いやいや、何も外さなかったらわからないじゃないですか。ね。本当に誠意を持って説明尽くすって言うけれども、結局再調査もしない。新たに開示した文書もマスキングを外さない。改ざんや隠蔽に関わり処分された職員でも、政権を守った者は、これ見よがしに出世栄転させる。だから同じような改ざんがあっちでもこっちでも繰り返されるんですよ。これでは、岸田政権は隠蔽改ざん体質でも、安倍菅政権と何ら変わるところがないということを申し上げて、私の質問を終わります。これにて宮本君の質疑は終了いたしました。次に9月15日と16日に福岡市西区のサイトピアで、伊藤野枝100年フェスティバルというイベントが催されました。はい、私16日に行ったんですけど、もう400席ほぼ満席っていう状態でしたね。この16日は伊藤野枝さんの命日なんです。伊藤野枝さんといっても知らない方も多いかもしれませんが、1895年明治28年に、西区今宿に生まれまして、今の西区今宿ですね、当時は糸島郡今宿村です。で、女性解放運動の活動に専念した女性として知られています。日本で初めての女性文芸誌青鞜の2代目編集長を務めた方です。青鞜の創刊号には平塚来長が書いた発刊の字というのが載っていて、これも教科書にも今でも載っているような文章ですね。武田さん、ちょっと読んでみてください。はい。原始女性は実に太陽であった。神聖の人であった。今女性は月である。他によって生き、他の光によって輝く。病人のような青白い顔の月である、という文章。すごい文章だなと思いますが、この青鞜という、文芸誌を来鞨から引き継いだのが伊藤野枝さんなんですね。で、この伊藤野枝フェスティバルでは日本講談協会の会長で講談会の第一人者の神田紅さん、週刊高校出身の福岡の、はい、生まれの方ですね、新作の講談野枝物語を初めて披露しました。野枝は幼い頃から好奇心旺盛な女の子。知りたい、勉強がしたい、本が読みたい。でも家には本がないので、押し入れに入って貼ってある古新聞を読みふけていたと申します。また今宿の家からはすぐ目の前に海が広がっていて、向こう岸にのこの島が見えます。そののこの島まで約4キロの海を泳いで往復したというのですから、怖いもの知らず。こんな出来事も、こういった調子で講談が披露されました。野枝さんというのは、自由を追い求めた、ある意味わきまえない女だったと言えると思います。家父長制が根強くて言論の自由が弾圧されていた時代に、親が決めた夫と結婚させられて、で福岡を飛び出して女学校時代の恩師を頼って結婚し、東京で暮らして子供も授かるんですけど、後にアナキストの大杉栄さんと一緒に暮らし始めます。家制度を批判して自由恋愛を標榜した伊藤野枝さんは淫乱と罵られたり、国賊と言われたり、ずっと批判の対象でもあったんですね。で、作家の森真由美さんが青鞜時代の伊藤野枝と題して記念講演をしたんですが、森さんは岩波文庫伊藤野枝集の編者でもあります。今年は関東大震災が起きて100年になります。というわけで伊藤野枝とその、パートナーであった大杉栄、そして大杉さんの甥の立花宗和さん、子供ですねが殺されて、やっぱりちょうど100年の今日は命日ということになります。で、
この年にですね、今日これだけのたくさんの方が来てくださって、福岡で伊藤野枝フェスティバルっていうのが行われるってことにもう本当に私はびっくりしてるし感激してます。この人2人はですね、何の悪いこともしてないですね。それでなのに国家権力というか憲兵隊によって殺されて、そして殺された被害者であるのに長いこと国国族とか非国民とか言われ続けてきた二人なんですね。アナーキズムっていうのは無政府主義ということになって政府を転覆するとかテロリストみたいに思われがちですが、もともとの思想はこれはアナルシーっていうのは何の強制もないっていう自由だという意味ですね。だからそういう社会を彼らは作ろうとしたんです。でそれはいつか来る社会というんではなくて、自分たちの今生きている姿そのものがアナルシーでなければならないって思っていたので、自由に生きようとすること自体が罪だという時代なんですね。大杉栄と伊藤野枝は権力から目をつけられて、関東大震災の後ちょうど100年前の9月16日に陸軍憲兵隊によって殺害をされるわけです。一緒にいた、たまたま一緒にいた大杉栄の甥の6歳の子も殺されています。権力というのがすごい弾圧をするという大きな象徴になった事件です。森さんは野枝についてこんな風に言ってました。親が行けって言ったから行ったとか、家に子供がいっぱいいてとてもじゃないけど食べられないんで、嫁に行ったとかっていう話は結構まだ野枝よりずっと下の世代までありますよね。だからそれをやっぱりおかしいって思って、これを やめなければいけないって思ったとこがこの野枝のすごいところなんです。で、それがまた同じような考えを持つ仲間と東京で出会っていくので、運命が展開していくわけなんですが、実践っていうか自分で悩み苦しんだ中から出てきた思想ってものを野枝は書いてますから、これで殺されなかったらもっともっと伸びしろのあった人だと思います。でもやっぱりこの畳の上で死ねないという自分の予測の通りに野枝は、首に殺されたんですが、他人によって受ける幸福は絶対に当てになりません。どれほど信じどれほど愛する人によって与えられる幸福にしても、私はそれに甘えすがってはならないと思っていますという文章を野枝にあります。私はこの文章すごく好きで、いつもやっぱり自分で頭で考え、人に頼らないで自分で生きていきたいと思う時にすごく励まされる文章です。会場の400人にどこから来たんですかって聞いたらですね、北海道東北っていう方もいらっしゃったし、東京もかなりいらっしゃいました。大阪中国四国本当に多かったんですよ。100年経って伊藤野枝の生き方について改めて、光が立ってきたなと思います。感想を来てた方に聞いてみました。野枝さんの言い方どう思いますか。大胆ですね。大胆で、私もなんかこうしなさいって言われるのはあまり好きな方じゃないんで、できればそういった自分の信念に基づいた生き方っていうのはすごいなっていうふうに思います。当時彼女がそういったことで形を残してくれたんで、今そういうことを勉強できるっていうこともあるし、ただ彼女個人的にやっぱりなことを考えると、やっぱり時代もうちょっと後に生まれればもうちょっと違う形があったのかなっていうふうには思います。私は平成生まれなので、女性が仕事をするとか、あと、結婚しない選択とかを当たり前だと思って生きてきていて、それを100年前にもっと女性は結婚して子供を産めばいいという風潮が強い中で、仕事をして子供を産んでも仕事も頑張ってというその社会の風潮にこう逆らってというか、ものともせずに自分の道を生きた野枝さんの生き方にすごい感動したし、私もそういうふうに森真由美さんが言われたように生きていきたいなっていうことを感じました。もう野枝さんが、28歳まで生きて、その先を私はまた生きているんだと思って、これからどう生きていけばいいのかをすごく考えさせられる時間となりました。アナキストっていうと無政府主義者っていう言い方をよくするんですけど、はい、テロリストみたいな、政府の転覆をもくろんで爆弾を投げる人みたいな印象を持ってる方も多いかと思うんですけど、今はですね、権力に縛られず企業や政府による暴力や強制に立ち向かって変えようとする立場をアナキストと呼ぶというような定義に変わってきています。政府が存在するかしないか
くかに関わらず、今ここで自分の理想を実現しようとする人々のことだというふうに考えたらいいと思います。まさに100年前の農家はそういう生き方をしたんでしょうね、うん、で農家を主人公にした小説では、瀬戸内寂聴さんの琵琶乱調にあり、岩波現代文庫から出ていますし、風よ嵐よ、ちょっと話題になりました、吉川英治文学賞受賞作ですね、それからそれをベースにしたドラマが NHK で1年前にも放送されて、吉高由里子さんが農家を演じています。改めて農家の生き方に光が集まる時代になってきた。そして100年前に、関東大震災の後に朝鮮人中国人虐殺が起こりましたけど、それに乗じて、政府権力はその当時自由に生きようとした人たちを罪だと考え殺してしまってたわけですね、虐殺というのは本当に、民衆だけじゃなくて日本政府そのものも行っていたということを考えさせられる伊藤農園100年フェスティバルでした。